クッパの目的って何なんだろうね。やっぱさ、悪者には悪者の目的があってさ、悪者には悪者の正義があるわけじゃん。バイキンマンにでも多分あるから、目的が。なんだか知らねえけど。ってことはさ、バイキンマンじゃねえや、クッパにはクッパの目的があると思うんだけどさ、あいつの目的って何？ピーチが欲しいの、やっぱり。ピーチってそんなに可愛いの？てかさ、一個思うんだけどさ、バケモンはバケモンを好きなんじゃないの？ああ、チョッパー、ワンピースのチョッパーがさ、ナミのおっぱいとかさ、ロビンの爆乳見ても何も気にしないくせにさ、あのミンク族のトナカイのめちゃめちゃ可愛い子にムラムラしてたじゃん。可愛いみたいな。ってことはそこで思うのがさ、同じ種族の可愛いの好きになるって感じじゃん。正直俺らだってめちゃめちゃ可愛いゾウとか見ても別に何も思わんじゃん。うわ、あのゾウ可愛い、やばい、付き合いたいとか思わないじゃん。うわ、あの猫可愛い、エッチしたいとか思わないじゃん。別になんか違う、なんか赤ちゃん的な可愛さはあるけどさ、なんか女として見ないじゃん。まさか、まさかにないよね、そんな目で見てる人。ってことはさ、クッパもクッパみたいな形のバケモンのさ、女バージョン好きになるんじゃないの？あんだいつは人間のピーチを好きになってんだろう。いや、ピーチそんなにいい女なのかな、現実世界にいたら。え、ピーチが可愛いってことで思い出したけどさ、あのディズニーキャラクターっているじゃん。ディズニーのプリンセスたち、あいつらなんかさ、巨乳ですみたいな顔してんじゃん。振る舞いが巨乳ですみたいな顔と振る舞いしてるくせにさ、あいつら意外と貧乳って知ってる？みんな。俺見せてもらったんだけど、この前この前ちょっと本人たちにちょっと内緒で頼み込んで見せてもらったんだけど、あいつら意外とおっぱいちっちゃいんだよね。まさかじゃない？そんなことある？絶対でかいじゃん、あの感じ。ちっちゃいんよな、意外と。そうこうしてる場に5位でゴールと。